いや、本当にこれだけの仲間がいてくれるので、とにかく熱く自分の思いを大切にしながら、まあ、アイディアを練っていこうと思います。いやー、ぬか床にありますよ。将来ぬか床の風を吹かせます。そして地元の地場野菜を全国に知ってもらって食べてもらえる。いやー、ハッピーだ。本日の抱負はまずはぬか床をしっかり作ってる人を見つけて、その人に刺さって、そして地場の野菜を見つけていくっていうことが目標です。しっかり地に足をつけて活動していきます。よろしくお願いします。どうもおはようございます。今日はやはりこの会場にじっとしてるんではなくて、足で稼いで、事業家に向けて頑張っていきたいと思います。今日はちょっと雨降ってるんですけど、皆さん事故に出るらしいので、もうどんどんガシガシ外に出て顧客を獲得してください。役所の職員研修でこのスタートアップウィークエンドのイベントを庄内駅全体の自治体の職員研修としてやったら、非常にこう職員の活性化に結びつくと思う。組織の中だけで考えないで、何が一体できるのか、まず小さなことからでも一歩踏み出してみるっていう経験を踏むっていうことは、自治体の職員にとっては非常に有効なことだと思います。ウィークエンド山形、楽しくプレゼンテーションしたいと思います。よろしくお願いします。 Thank you。 はい、かわいいなね、結局どうだったんですか？終わってみてどうだったんですか？終わってみて市役所辞めますか？楽しかったですよ。ぜひ市役所職員に参加すべきだと思います。まずこの3日間こんなにスピード感があって、事業3日間でたった3日で立ち上がるっていう姿を見ることができるっていうイベント、本当に最高で、坂田市役所が考えているスピード感が全く違う世界がここにはあるので、役所の職員にぜひ一度参加してみて、このスピード感を経験するっていうのはその人の価値になると思います。よろしくお願いします。次は3ヶ月後だ。